新潟競馬場、本日の第8レースの発走です。スタートしました。エイエムリスキー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。3番エイエムリスキー行きました。続いていくのがエンマシリウス、ナットフォーラム先手を取りました。内からはマイネルガイセブ、その隣にミヤコグロリー、その外にコンプトンマタドア、グライドアウト、そのうちに続いていますサンセットフレイヤ、それに続いています緑の帽子東海チーム、その後ろウィルプリンセス、それに続きます内からは当選オート並んで12番マイネルボンド、並んで10番アドマイヤコレア。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。この辺りで先頭が変わりました。ミヤコグロリーまだ粘っています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミヤコグロリー先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。先頭変わってナットフォーラム、後続を引き離しにかかる。ミヤコグロリー2番手、手応えはどうか。ナットフォーラム先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。あと 200m、 先頭はナットフォーラム、外から一気に突き抜けるか。マイネルガイセブ、マイネルガイセブ抜けた。マイネルガイセブ先頭だ。マイネルガイセブ1着、2着にはどうやらナットフォーラム、見事に勝ちました。マイネルガイセブ、ナットフォーラム、わずかの差で勝利を逃しました。
札幌競馬場、本日の第一レースの発走です。スタートしました。ニョッキスタイナー、これは好スタート。おっと、マイネルフロート、出遅れてしまいました。ダッシュよくニョッキスタイナー行きました。続いて前へ行くのはジミーエクセレント、さらにはカーソンスイーティー、漆黒の馬体レームシップ、その後ろ先手を取ったのはニョッキスタイナー、これに続いてコックカット、すぐ後ろにロングストリート、その後ろにウィンドフェザント、サクラグラッドネス、それに続いています。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。オレンジの帽子セルリアンマター、その後ろ、その横にヤマニンレーン、最後方にマイネルフロート、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。依然として6番ニョッキスタイナー、この馬がペースを作っています。ジミーエクセレント、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ6番ニョッキスタイナー、2番手はジミーエクセレント、間を挟んでレームシップ、3番手さあニョッキスタイナー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はニョッキスタイナー、離れてレームシップ、ジミーエクセレント、その後ろ短い直線に入って、後続は届くかどうか。ニョッキスタイナー先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。2番手はマイネルフロート、ニョッキスタイナー先頭だ。ニョッキスタイナーゴールイン、2着はマイネルフロート、3着にレームシップ、ニョッキスタイナー見事1番人気に応えました。